東急3000系電車東急3600系、電車区波3 7 7に上田交通へ上と後、廃車された後の姿東急3600系電車は、東京急行電鉄で使用されていた、通勤系電車で、東急3000系電車のうちの1系列である。第二次世界大戦後の混乱期に、戦災国電の払い下げを受けて復旧した車両である。 1948年より、戦災消失等で損傷した、小線電車の車体等を譲り受けし、再生復旧工事を施す形で製作された、車両である。制御電動車で、波3600型が3601から3616の16両。制御車は区波3670型が3671から3679の9両。 区波3770型が3771から3782の12両で3形式、計37両が投入されている。区波が2形式に分かれるのは、昇圧を控えた時期上、区波3670型が、河川電圧600直流 V 専用であるのに対し、区波3770型が 600V、1500。 ボルトの副電圧に対応していることによる。東急の鉄道線全線が昇圧した際には区波3670、型も1500ボルトに対応させており、その後は、機能的際は皆無であった。三形式とも、焼け電の構え体を叩き出しで復旧した、いわゆる応急復旧車と、大枠のみを流用して、車体を新造したグループに対別される。 いずれも、国鉄定規の 2800mm 幅であったため、特任の上限界拡張を行った、東横線、メカマ線のみで運用された、種車の際によらず全て片運転台である。応急復旧車グループは、種車が、まちまちの上、小村度合いも異なっており、中には、出波3601のように、事故復旧車ではあっても、焼け車体ではないものもあった。 このため、比較的、見られる状態のものから、素人目にも、痛みや、外反の凹凸が判別できるものまで、各社ごとに相当に状態が異なったという。また、区派は、屋根の高さが正殿時代のままのものと、東急の車両定規に合わせた、低いものが混在しており、低いタイプは電装化に備えて、パンタグラフ台を装備していた。大枠流用グループは、 鉄道省も、歯50系の流れを組みながら、屋根が、若干低い形状を基本としている。これは、種車がさらにまちまちで、17メートル商電は元より、20メートル級のモハ40系統から、歩波1枚2000系統の中型木造客車、メーカーのストック品を流用した、事実上の車体申請者まであった。20メートル車は、大枠の切り詰めがなされ、 客車を種車とするものは、大枠裾からその蘇生が伺えた。区派に、パンタ台があるのは、応急復旧車グループ同様である。さらにメーカーによっても、新日国工業、汽車会社、日本車両製造、東急横浜製作所のそれぞれで、リテールや仕上がりに差異があった。1961年に開業した伊豆急行線は、 車両不足のため、親会社である東急から、車両貸し出し措置が行われた。本系列からもデハ3608.3612、区波3677、区千3780の4両が貸し出され、中でも鉄道省も、破30経営応急復旧車であるデハ3608は、両運転台加改造も合わせて実施され、開業前の試運転にも使用された。 当初は、コント山吹色の等急色で、その後伊豆級標準のハワイアンブルーとペールブルーに塗り替えられ、予備車のほか3608は、電気機関車の代用で、貨物列車県人等にも充当された。当時の伊豆は、首都圏からの新婚旅行スポットでもあり、新車を期待した観光客には、不評を買ったが、等急入線前の新車7000系統と共に、 しばらくの間運用され、伊豆急工事車持ちの車両増備が進んだ1965年までに返却された。なお、東急貸し出し車の運用は、伊豆急行線内限定であり、伊東線への乗り入れは行われなかった。これとは別に、1958年に、大枠流用グループの出ハ3609から3611が両運転台化。 運転台の右側移設の上で、乗山系鉄道へ譲渡され、同社も、はに千2 0 0系2201から2203となっているが、1969年の、同車線配線により、廃車された。1960年より、応急復旧車13両を対象に、東横車両工業で、更新工事が行われ、ノーシルノーヘッダーの全金属製車体に乗せ替えた。 これは、従来の国鉄定規ではなく、地方鉄道定規の 2744mm 幅とされたため、大井松線、池上線と鉄道線全線で運用が可能になった。この際、先に更新された、区ハに形式給料の全小灯は、大型の白熱灯が使用されたが、後に更新されたデハ 3600K のそれは、シールドビームとなり、 全2形式に比べ直径が小さくなっている。なお、この更新中、デハ3 6 0 0系更新用車体のうち1、両分がデハ3472の事故復旧用に転用されている。デハ3 6 0 0系の主電動機は、当初鉄道小払い下げの MT7.90 や MT30.40 等を使用していたが、 末期は1 4 2キロワットの日立製作所 HS269 を装備しており、おとなしい外見に反して、出力が出波3450系の1.5倍にもなる強力電車であった。末期は主に田園都市線とメカマ線で使用されたほか、1975年より区波3662出波34052、 代わりで、派3608区派3772が2代目の子供の国船専用車となり、白地に木赤の専用色に装われて1980年の3代目専用車7200系アルミ車に交代するまで使用された。その後で、派3608は1980年8月に廃車となったが、区派3772は、 同年11月にライトグリーン化の上、メカマへと転籍、その後は池上線で使用された後1982年9月に廃車となった。1971年以降、大枠流用グループと区派3771の廃車が始まり、これらは1976年までに廃車された。 このうち、出波3606.36123614.3616、区波3679、区波3776から3778.37803781が、広南鉄道に譲渡された。これらは、形式記号のデハがモはに変更されたことと、千六百六モハ三千六百十三。 区派3679区七百七十九の改版が行われた以外は、東急時代と同一番号で使用された。また、デハ三千六百四が、廃車後長津田車両工場の入れ替え車となっていたが、老朽化から九百八十二年に、では千四十三に交代され、解体されている。更新車についても九百七十九年以降、廃車対象となり、 1982年までに、全廃された。このうちで、派3601.36023607.3608、区派3 6 7 2 3 6 7 4 3 6 7 5区派3773から3775は、広南鉄道へ譲渡され、大枠流用車と同様に出派の形式記号以外は、 東急時代と同一番号で使用された。区波3772は上田交通へ譲渡され、東急時代と同一番号の区波3772となり、先に譲渡されていた出波3310と編成を組んで使用された。また、区波3671は3700系、残存車と共に名古屋鉄道へ譲渡され、 同社 3880K の空2887となった。これら上渡車は、特に、大枠流用車、更新車とも大量上渡された、広島南鉄道では、広南線の主力車となり、大出力を生かして、MT-1M2T 編成を標準として、使用されていたが、後継車両への代替によりいずれも、すでに廃車されている。なお、 広南鉄道で最後まで運用されていた一群のうち区波3773が青森県弘前市の高長根レクリエーションの森スキー場で休憩室として使用されている。外装はイラストが描かれ内部も座席が木製になりまた台車や床下機器は失われているが携帯は原型をよく止めている。2006年時点で 本社は現存する唯一の東急3600系であり、かつ、東横車両工業ひもや工場の手になる、一連の東急標準車体としても唯一のものである。上山系鉄道も、派2200系電車に関するカテゴリー、広市、南鉄道3600系電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。